連続増配 ETF の VIG が好きな投資家の皆さん。SBI アセットマネジメントから SBIVIG 早く出ないかなと楽しみにしてる人も多いと思うんですけれども、お待たせしました。すごいやつの登場です。10年いいえ、そんなしょぼくないっす。今回は25年連続増配。そんな銘柄で構成される投資信託のご紹介です。ということで、今回は、 その投資信託がどんなものなのか紹介しつつ、その投資信託が連動する配当貴族ってどんなものなのかお話しして、その後、人気 ETF である VIG と比べた時にどんなリターンになってくるのかっていうのをお話したいと思います。では早速ですけれども、その投資信託というのが、トレーサーズ S&P500 配当貴族インデックス米国株式という投資信託になります。こちら、日光アセットマネジメントが出した投資信託になりまして、 10月の28日から取り扱いが開始となっております。投資信託の最初につくトレーサーズっていうのが日光アセットマネジメントが提供している投資信託のブランドになります。トレーサーズって何なのというと、こんなの欲しかったというアイデアをファンドの設計に取り入れて、インデックス投資や独自に定めたルール、このルールに沿って運用するファンドシリーズになります。このトレーサーズっていうのはインデックスだけには縛られないけれども、インデックスファンド同様に、 事前に決めたルールに従って運用するパッシブファンドの厳選ラインナップと、そんな感じでですね、紹介されておりました。ちなみにじゃあ、トレーサーズってどんなものがあるのかっていうと、一つ目が、トレーサーズ S&P500 ゴールドプラス。ちょっと名前かっこいいですけども、これ何かというと、米国株式100%プラス、ゴールド100%の純資産総額の200%で運用するというレバレッジ投資信託になります。株式とゴールドという相関性の低い、 組み合わせ。これによってリスク分散とリターンの向上。こんなところをですね、追求していくような投資信託になります。そしてもう一つがトレイサーズグローバル2倍株。相性地球コンプリートということでですね、かっこいいですよね。地球丸ごとに分散投資を行う。しかもこれがレバレッジ2倍ということで、どこが成長するかわかんないけれども、世界は成長していく。そんな考えで投資していくような感じの投資信託になります。他の運用会社が提供していないような、ちょっと変わった けれども、ルールがしっかりとしているような投資信託をしてくれているようなファンドになりまして、今回登場したトレイサーズ S&P500 配当貴族インデックスっていうのは、配当貴族指数に連動する投資信託になります。じゃあ、ちょっとこの投資信託具体的に情報を見ていきますと、設定日は2022年の10月28日。そして取扱いは、現在の情報ですと SBI 証券、楽天証券、マネックス証券。 ルールは至ってシンプルで、S&P500 配当帰属指数の配当込みの転換算ベースの動きに連動する投資成果を目指すという、そんな投資選択になります。購入時手数料ですとか売却時にかかる選択財産留保額っていうのは0円かかってきません。そして気になるコスト。運用管理費用は税込みで年率0.115%という値になってきます。ただ、投資選択では、 この運用管理費用だけじゃなくて、隠れコスト、ここも重要になってきます。これは基本的には1年間運用してみて出てくるような数字なんですけれども、目論見書ですね、ちょっと見てみると、その他のコストっていうところは、ファンドの日々の純資産総額に対して、年率0.1%というふうに書かれてたんで、多分ですけども隠れコスト、まぁ、あ、0.1%以下には抑えてくるということで、 0.2155%ぐらいが上限になってくるんじゃないかなと考えております。買い時がわからない。実際どうなんだろう。もしかしたら自分が買ったら高値掴みなんじゃないなんていうことをですね。やっぱり誰でも心配しちゃいますけれども、レポートの方ではこんな風に紹介されておりました。赤色の折れ線グラフが配当帰得指数のドルベースです。この青色の背景のガクガクっと上がっていってるのが配当帰得指数の EPS になります。これは2023年にかけて、 今後、拡大していくだろう。ちょっと上がっていくだろうという予想がされております。厚生企業の業績っていうのは今後も堅調に推移すると見込まれています。そして、配当規則指数の予想 PER。PER っていうのは株価の割安とか割高の判断に用いられるバリエーション指標の一つです。2022年の9月末時点を見てみると、予想 PER っていうのは15.2倍。 実はこれは直近10年間の平均である17.7というこの水準を下回ってるんですね。ということで、足元ではこの株価の割高感っていうのは結構薄れてると考えられてます。こんなことから、今でさえも決して割高すぎるってほどではないと。こんな感じの見解が出されておりました。気になる分配金についてです。この目論見書を見てみると、年1回分配方針に基づいて分配を行いますということで書かれておりました。 実際僕もよくわかんなかったんで、日光アセットマネジメントに電話してみたところ、一応年一回分配金は出す予定ということで、0円配当ってことはないですよねって聞いたら、一応そんなことはないと言われてはおりました。電話でのですね、口頭のやり取りなんで、ちょっと不確実なところはありますけども、一応分配金は出てくるようです。では、さっき紹介した信託報酬0.1155%。 これって聞くと安いじゃんと思うかもしれませんけども、念のために他のですね、投資信託と比較してみましょう。実は今回配当帰属指数に連動する投資信託って紹介してますけども、もともとですね、野村アセットマネジメントにも似たような投資信託はありました。米国株式配当帰属、年4回決算型ということで、年間4回配当が出てくるような投資信託のようですけども、こちらについてはなんと、総計比率、 隠れコストまで足したものが0.56%という値になってきます。これを見てみると、今回登場したトレーサーズの配当規則の投資信託っていうのが、信託報酬安いっていうのが分かっていただけるかと思います。前半部分、この投資信託は、配当既得指数の連動投資信託になりまして、コストは過去の実績から見てもかなり安いです。現在、この指数自体も決して割高っていうわけではありません。 あと、さっきですね、情報としては漏れてましたけども、証券会社見てみると、こちら、積立 NISA には現時点では対応してなかったですけども、NISA 座には対応しておりました。こんな投資信託なんですけども、肝心の配当帰属指数、これがどれぐらいの実績のものなのかっていうのをここから紹介していきたいと思います。実質的にこれが投資信託の成績になってくると思ってください。まず、配当帰属指数って何なのっていうと、 正式名称は S&P500 配当記録指数。英語で言うと S&P500Dividend a r i s t c a という名前になります。この指数は前年の配当実績をもとに原則として毎年1回、7月に見直しを行っております。また各銘柄を均等比率とすることが基本になっており、年間4回リバランスが行われております。採用ルールとしては S&P500 に限定しております。ここでまず500社に絞られると。 25年以上連続増配しているかつ、時価総額30億ドル以上の企業の株式で構成されておりまして、採用銘柄数としては7月時点で64銘柄になっております。この64銘柄の傾向としては、一つ目が他社に対する参入障壁を背景にした事業の安定性を持つ企業。ライバルがなかなか入ってこれないんで、ビジネスがある意味独占状態になっているような企業ですね。 そして安定的な増配ができる成熟したビジネスモデル。成長途中って結構投資が急激にかさんだりしてなかなか配当に回せない。そんなこともあります。一方で、例えば P&G みたいなある程度もう投資を終えてる企業っていうのは設備投資に回してもそこまで大きく成長するわけではないので株主に還元しよう。そんなことがですね、一般的に考えられます。そして三つ目が配当を中心とした株主還元を重視する経営体制。 これもですね、日本の決算書とかでもよく書かれてますね。株主への還元、頑張りますよ、みたいな。自社株買いっていうところもですね、配当既得指数の企業では積極的に行われております。ちなみに、この配当既得指数に構成されている銘柄、この中で時価総額上位10銘柄っていうのは、ジョンソン、N、ジョンソン、エクソンモービル、ウォルマート、P&G、シェブロン、コカ・コーラ、アッピー、ペプシコ、マクドナルド、アボット・ラボラトリーズ。多分皆さんも一回は聞いたことがある。 超大手企業、シェアトップを占めていたり、非常に歴史のある企業ばっかりになります。これはあくまでも時価総額順になってくるんですけれども、実際の S&P500 配当帰属指数、現在の構成上位銘柄っていうのはこんな感じになってます。S&P500 やナスダック総合指数と並べてるんですけども、一番ウェイトが高いのが、アルベマール、カーディナルヘルスに、アーチャーダニエルズ、ミッドランド、 デニューインパーツ、WW グレンジャー、オートマチックデータプロセッシング、アフラック、エクソンモービル、シェブロン、エアープロダクツケミカルズということで、えー、正直なところ知らない企業がポツポツとありました。一方で S&P500 とかナスタックは皆さんもうご存知の企業ばっかりでしょう。セクターで見てみるとこんな感じになってまして、配当貴族指数にはですね、生活必需品セクターや資本財セクターのウェイトが多いのに対して、 情報技術セクターの割合はかなり低くなってきます。こういったところからですね、ちょっと S&P500 の中の銘柄とは言え、S&P500 とは異なる性質を持っている、そんな投資信託だと思ってください。過去の動画ではこんな風に配当貴族の中のこんな銘柄がすごいですよっていうのを紹介した動画もあります。よろしければ概要欄から一度チェックしてみてください。さて、こんな配当貴族指数なんですけども、 配当利回りはどれぐらいかっていうと S&P500 が1.5に対して配当既読指数は2.3になります。VIG よりは利回り高いけれども VYM よりちょっと低いかなっていうぐらいですね。そして知っておいてもらいたいのがこの1999年からのリターン。なんと配当既読指数っていうのは配当込みのリターンでは実はこの22年間 S&P500 の倍以上のリターンを示しております。そしてその指数の強さっていうのは 上昇局面よりもむしろ下落局面で発揮されまして、カイロが配当既得指数でグレーが S&P500 になりますけども、こういった S&P500 が下落しているような年、こういった年のリターンというのは実は配当既得指数の方が高い傾向が出ております。もちろん今年に入ってもそのパワーはしっかりと発揮されておりまして、S、S&P500 がですね、年初来マイナス20%っていう中、この配当帰属指数は マイナス15%ぐらいに踏ん張ってくれてるという状況です。配当既得指数の情報をまとめますと、2000年からのリターンというのは実は S&P500 を上回っております。生活必需品とか資本材が多めになってきまして、フェア相場でも強い指数になっております。では、この25年以上連続増配銘柄で構成されている指数、やっぱり気になるのは VIG との比較です。この配当既得指数の投資信託と VIG を直接比べることはできなかったんで、 S&P500 配当貴族指数に連動する ETF と VIG を比べてみたいと思います。今回、投資信託の代わりに比較に用いる ETF というのが、こちら。ディッカーシンボル NOBL プロシ h アーズ S&P500 ディビデンドアリストクラッツ ETF ということで、レバレッジ ETF の提供で有名なプロシ a アーズ社の商品です。この投資信託、日本では購入することできないんですけれども、設定日は2013年。 経費率は0.35%と、むしろ投資信託より高いですね。そして利回りとしては2.05%。VIG より少し高めです。5年の増配率としては、若干ですけど NOBL の方が上回っている状況です。ただ10年の増配率については VIG の方が上でした。この2つをコロナショックの前からのトータルリターンで比べてみました。思ったよりも VIG と僅差。 なんとこの3年間で1%の差でした。ほぼほぼ同じリターンと思っていいでしょう。構成セクター見てみるとこんな感じになっております。右に伸びているセクターが NOBL の方が多いセクター。左に伸びているのが VIG の方が多いセクターになります。NOBL は素材系、生活必需品、資本材などを多く含んでおります。 そして VIG の方が情報技術の割合が20%近くということでめちゃくちゃ多くなります。こういった特徴の NOBL と VIG。こういった特徴を踏まえて今回のトレーサーズの配当貴族投信、何と一緒に持つべきなのかこれに対して日光アルセットマネジメントのレポートでは S&P500 のインデックス投資と合わせ持ちを提案しておりました。なぜなのか S&P500 は皆さんがご存知のように、時価総額過重平均型の指数になります。そういったことから現在、時価総額の大きい巨大 IT 企業、いわゆるガーファム、こういったところが上位を占めている状況なんですが、それらの影響を諸に受けます。最近ガーファムの決算があってね、あの、ボコボコにやられてる人も多いと思うんですけども、実際それを避けるためにオルカン、全世界に分散投資をしようと思っても、実質的にはアメリカのウェイトが6割ぐらいを占めてまして、 ある程度、ガーファムの影響を受けてるっていうのが実情です。じゃあ、どこに投資したら分散されるのかというところでですね、今回この配当記録指数はいいんじゃないかって言われております。なぜかというと、配当記録指数自体も S&P500 というですね、この構成銘柄プール、ここから選んできておりますけれども、S&P500 はこの中から時価総額、まあ、丸の大きいものから順番に並べております。一方で、配当記録指数はこの中で 丸の大きさではなくて、丸が配当を出してきた実績というところをピックアップして並べていきますんで、IT 企業っていうのは結構意図的に外されていってる傾向があります。同じ銘柄プールから、それぞれ違ったルールで銘柄をピックアップしていくことで、銘柄特性の分散を図ることもできるというのが魅力だと紹介されておりました。VIG とト r ーサ e ズ s 配当貴族投資、この2つを比較したところ、3年間のリターンっていうのは VIG とほぼほぼ同じぐらいです。 そして、S&P500 の IT の割合が高い。こういうことを踏まえて、S&P500 へのインデックス投資の分散っていうのにもいいんじゃないでしょうかという形で紹介されておりました。確かに、IT のウェイトが高すぎるっていうのは、伸びるときはいいんですけども、下落のときもきしんどい。特にこの2022年、それを肌で感じた人は多いと思います。全然違うところから選ぶんではなくて、同じ箱の中から意図的に違うものを選んでいくっていうのも一つ面白い戦略かなと思いました。 でも、投資家の人にとってはね、この投資信託年1回の配当なんでしょう。ちょっとそれは物足りないなぁと思っている人もいるかと思います。例えば年間12回配当が欲しい。そんな方はですね、最近はもう証券会社で投資信託を申し込み金額と申し込み日を設定することで、毎月決まった金額だけ自動で売却してくれる。そんなサービスもあります。これを使えば実質的に毎月分配型のですね、 投資信託を擬似的に作ることができます。選択肢として、毎月コースとか、奇数月コース、偶数月コースっていうのが選択できたり、ボーナス月コースの設定っていうのも可能です。投資信託を売却することで配当を作っちゃうっていう方法もありますので、分配金の出る頻度っていうのはあまり気にしなくてもいいかなと思います。よろしければ、証券会社のページでもチェックしてみてください。ということで、どんどんと配当金が増えていく銘柄、 これで構成されている投資信託のご紹介でしたけれども、ここで少しだけですけど、宣伝タイムいただければと思います。今回、サンワード貿易さんにお声掛けいただきまして、僕ワットがセミナーさせていただくことになりました。テーマはズバリ、楽な投資って何だろうということで、忙しいサラリーマンのあなた、そして面倒くさがりなそこのあなた、暴落の時も慌てなくていいポートフォリオ、 そして一度設定しちゃったら、あとはもう勝手にですね、買いましてくれる。そんな風な楽な仕組み。こういったところをご紹介していきたいと思います。自由な時間を少しでも増やしていきたいあなた。ぜひ、無料オンラインセミナー申し込みいただければと思います。申し込みについては概要欄のリンクからお願いいたします。さらに、今回、セミナーを視聴していただいた後にクイズとアンケートに答えていただきますと、僕が厳選した。日本では全然話題にも上っていない。 隠れた有料銘柄。しかも、将来配当王になってもおかしくないような、そんな銘柄をピックアップした特別リストっていうのをプレゼントしちゃいます。ぶっちゃけこの銘柄選定の方にもガチで時間かけちゃいました。ぜひゲットしてみてください。さて、今回はトレーサーズ S&P500 配当貴族インデックス米国株式という新しい投資信託のご紹介でした。 25年以上連続増配している企業で構成されている投資信託でして、似たような投資信託実はあるんですけども、コストとしては最安。そして現在も結構この指数自体は割安に推移しております。トータルリターン、過去の推移見てみても VIG にも負けないというかなり優秀な結果でして、セクターとしては IT が少ない。そんな提出から S&P500 の分散として持ってみるっていうのも面白い投資信託になります。 VIG の投資信託が欲しいっていう声はよく聞くんですけれども、なかなか出てこない現状。よろしければ、この VIG よりもより連続増配年数が長い企業で構成されている投資信託検討してみてください。それではまた次回の動画で会いましょう。ご清聴ありがとうございました。